メギナラーランニングマガジンへようこそ感想を受人応援牧野です。今回はチーム NCT チャレンジアンバサダー募集こちらを紹介したいと思います <laughs>、えー、MCT、えー、こちらですね、えー MCT オイルとしてですねすぐエネルギーとして変換できるというものですけれどもそれのですね今回は MCT チャレンジということでアンバサダー募集ということを決定しましたおのとね種目があるのでそれも紹介したいと思います今回はフルマラソン完走サブ4サブ3ウルトラトレイルこの4つの目標別でなんとリアルにですねコーチが指導するというパターンになっています でその他ですねこれはあのネットですけどランネットのタッタの中でもオンラインで指導できるということでダブルでですね自分の目標に向かってチャレンジするという内容になっています。でそれぞれですねコーチはフルマラソン完走に関しては中村優さん、えーね、こちら、まあ、ランスマとかで僕も一緒に走らせていただきましたけれども彼女が担当するということです。でサブ3に関して言うと、えー 竹澤健介選手あ元選手ですが、えー、早稲田からねオリンピックにも出ましたけれどもまあそれ彼女がもうサブ3これをサポートしてくれるということですねそしてウルトラトレイルはまあえー、いつもガーミンでね、えー、ご一緒させていただいてますけど矢田裕子コーチが担当するということになっていますそして、えー、サブ4ね これがが私、牧野が担当しますので、まあ、詳細は6月中旬ということになっていますね。でアンバサダーこれは何かっていうとリアルにコーチングを受けるということだけではなくて、えー、なんとですねこれが採用が決まると、えー、大会の総研が出るということでなんと自分が目指す大会参加できるということでこれなかなかありがたい内容なのかなと。 まあこうこうまでやってもらえばね目標を達成せざるを得ないんじゃないかなということになってますねまあ、いずれにしろ6月中旬に詳細が発表されますのでぜひそれぞれのね、えー、目標に向かう、えー、チャレンジに募集していただくもしくはオンラインで参加していただければと思いますね今回は チーム MCT チャレンジアンバサダー募集について紹介させていただきましたぜひ、えー、私含めてコーチと一緒に走りましょうこの動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録もお願いします感想教員マキネでしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もお願いします